太陽系の皆様、本日もお疲れ様でした。私の名前はハンドルネームゆうせたまごであります。お疲れ様です。今日は令和2年の9月13日の日曜日でした。まあ日曜日だけど、昔の農家っていうのは お休みっていうね、言葉がほとんどこうない状況で、 お休みっていうことは、しませんでした。お休みっていうのはね、寝る時と、休憩する時くらいですよね。だからお休みの日っていうのが、昔の文化は、なかったので、お休みの日っていうのはね、学校の頃しかね経験してないんですけど、今日も朝から、5種類くらいの農作業をして無事に帰ってきました。お疲れ様です。それで無事に晩酌をしてます。晩酌はね、僕恵比寿ビールみたいなのもやっぱ好きだから、恵比寿ビールをね、今日はね2本飲んで、それでまた普通の、パックの焼酎を、やってるところです。それで何を言いたいのか、忘れてしまったんですけど、昨日はね、動画上げたと思うんだけど、久しぶりに富士山の北側に存在する富士五湖っていうね、5つの、湖があるんですけど、その一つの川口湖っていうところに家族で行ってきました。家族といっても、うちのお母さんはね、置いてっちゃったんだけど、出るのがね、めんどくさがっちゃって、出不精っていうらしいですけどね、そういうの。で、弟に母親はね任せて、それで僕の世帯の家族、妻と、子供2人で、合計4人で、富士山の北側にある川口湖っていうところにね行ったんですけどね、僕はね山中湖っていう湖もとても好きなんですけど、川口湖っていうのはね、20代の頃ね、よくね失恋したらね、一人でよくね夜中とかに行ってね、駐車場があるから駐車場で、一人でね止めて湖を眺めながら泣いてたものです。そういう思い出もあるし、ほいでその他、こう川口湖っていうのはね、富士山の噴火したね、溶岩でせき止められた、川の一部なんだと思うんですけど、溶岩がね今も、散らばって存在しています。で、溶岩の岩畳があるんだけど、岩畳を触ると地熱をね、なんか感じました。昨日ね調査をしてたんだけどね、家族で、で、まあだけどね、近年10年も昔まで遡らないけど、何かがちょっと自然の環境の変化が、明らかに違うぞっていうのが、感じ取られます。で、そこのところちょっと注意しながら、観察を続けていかなければいけないと思います。昨日の動画、僕がねちょっと上げた途切れてるようなやつだけど、その時にマサさんとかね
あの京子ちゃんとか、うん、コメントをくれたりして、本当にありがとうございます。これマサさんもね、昨年川口湖の方まで来たということで、うん、あこう日本もね、まあ、狭いようだけど、いろんなところをそうやって探索すると面白いですね。僕もまた、ね、いろんな探索をしてみたいなって思うし、そして、京子ちゃんは静岡の方ですけど、今ね体のある部分とかこう痛いようですけど、またね温泉っていうのはね、やっぱり暑すぎない温泉にゆっくり浸かるとね、体の血行とかが良くなると思うから、うん、またね、うん、我が県のね、うん、裏日本じゃないけど、うん、富士山裏のうちの県にもまた出てきて一緒に混浴してまあそれは、うん、冗談かもしれないですけど、うん、混浴をね一緒に楽しみましょう。そして健康を維持して、うん、明日に向かってまた頑張っていきましょう。本日も誠にお疲れ様でした。今日僕はねおつまみはね、ズッキーニをね妻に焼いてもらって食べています。ズッキーニは結構ねズキズキきたり、うん、ドキドキしたりね、うん、ドッキーニなんですねまあとりあえず、うん、そんなことですけど、夏の疲れも出ていますが、みんなで乗り越えて頑張っていきましょう。本日も誠にお疲れ様でした。